ここからプライベートに迫っていきたいと思うんですけれども、今はなかなかオフもない。はい、はい、そうですね、オフはだいぶないですね。ないですよね、はい、今日も試合後に来てくれているぐらいですね。練習後です、ね、練習後、はい、試合、そして今日、はい、午前中練習をして気をつけてくれているんですが、こうオフになったらこういうことしたいなとかありますか？ぼーっとしてないです。いや、とりあえずぼーっと、何も考えずにぼーっとしてないです。今すごいいろいろ考えてる、いろんなことを、チームのこととか、もう全部ですね。それをもう一回こうもうなくしたいです。家でこうですか、自然の中に行ってこう。いや、もうどこででもぼーっとしてたり。そんな結構先生はちょっとぼーっとする時間が、そう、旅行行ってボケーっとするのが一番いい。ね、去年ロンドンとかにも旅行行ってましたけど、旅行結構好きですか？旅行はそんな好きじゃないんですけど、やっぱ家族で行くのも楽しいんで。もともと一人でそんな行く家じゃなかった、ね、小さいお子さんも連れて、はい、旅行行ってちょっとゆっくりしたいと。けど子供いるとボケっとできないんですよ。そうですよね、はい、遊んで遊んでって言ってきますよね。いや、けどそれが楽しいんで、それはそれでいいです。全然、はい、ちょっとお子さんと一緒にちょっとどっか行ってぼーっとしたいと。山瀬選手はどうですか？そうですね、まだオフのことを考えるっていう時でもないですけどね。はい、まあでも、まあ、基本的に、まあ、一緒ですよ、健吾と。やっぱりそのオフにしかできないことって本当に、まあ、ぼーっとするのもそうだし、どっかちょっと、旅行行くのもそうですし、僕は旅行好きなんで温泉とか行ったりしたいですね。おすすめの温泉とかあります？おすすめの温泉、いや、聞きたいな。聞きたいですよね。どこ行ってんだろうな。どこ行ってんだろうな。そうですね、おすすめですか？いや、近いから箱根とかそこら辺なんですけど。県内でね、 県内で行く、済ませることが多いですけど、でも、あ、逆に、でも、なんだろう、ちょっと長めの休みがあったら北海道旅行してみたいなと思って。地元に帰って、地元に帰ってっていうよりも、北海道、僕住んでた頃、まあ、若かったっていうのもあって全然旅行とか行かなかったですし、札幌しか知らないんですよ、あんまり。逆に札幌以外のいろんなところをちょっと回ってみたいなっていうのはありますね。なんか1週間とかそれくらい、もうちょっとでもですけど、かけて、そういうのはちょっと思ってます。じゃあ近いうちにそんな北海道旅行の様子がブログでも見れるかもしれないですね。どうですかね、全然更新しないですもんね。ちょっとね、私玉川クラシックあたりから止まってますね。止まってます。多分今日のは多分アップするお願いします。ということで、2人のねプロフィールからもいろいろお話聞いていきたいんですけれども、山瀬選手、はい、ストレス解消法がカラオケって書いてあるんですけど、どんな歌を歌う？書いてましたか、そんなこと。書いてますよ。当時は歌うまいですよ。結構一緒に行く？一緒に行かないです。なんだ、行かないですけど、クラブハウスとかで歌ってる。一回工事の家でね、なんかやったんですよ。なんか歌ってたから。カラオケセットあるんですか？ Wii の。あ、Wii のやつ。Wii の。言っていいのかな？え、それでいいんじゃないですか？どんな歌歌うんですか？いや、違う違う違う、工事何でも歌います。声がいいんで。EXILE とか。それは分かんない。まあ、歌えますけど。いや、そんなんでも言ったら彼もハモってくれますからね。今自分で振ってきたけど言って欲しかったのか。違う2人ハモって何歌ったんですか、聞きたいですよね。それは聞かせられないの。企業秘密。それは企業秘密ですよ。それは内緒内緒。ヒント引っ張るほどでもないからいい。次行きましょう。次恥ずかしくなってきた。じゃあ分かりました、次行きます。ケイコ選手、ケイコ選手割と亭主関白って書いてあるんですが、はい、お家ではあんまこうあんまりどっしりと考えてる。そうですね、なんかイメージはすごく家事全般をやるようなイメージがあるみたいなんですけど、はい、あんまりやらないです。フロンターレ の東日本大震災の復興支援活動のハンマープライスでは餃子をこう作ってね、はい、サポーターの方のお家に行って行ってました、はい、はい、料理とかもあんまりしない。料理そんなしない。餃子を包むのはうまいです。あれ、お手伝いをしてるってことですか？そうです。
お手伝いするけど、はい、大事なところでは手仕込んでくそうですね、あのまあ奥さんがすごくよくできた人なので、はい、お任せしております。二人のね、愛妻かぶり、家族を大事にするところはね、もう皆さん本当にご存知だと思います。山瀬選手は、あの奥さんは料理上手ですけれども、はい、手伝ったりとか手伝ったりですか、手伝ったりとかするんですか。そう、教えてもらう。ですね、片付けは手伝います。でも主婦の方としては片付け手伝ってくれる旦那さん嬉しいですよね。拍手が起きてます。工事はもうテキパキ働きますからね。あ、やっぱり素晴らしいとしてるだけに、はい、いつの間にか皿洗ってますから、ね、ご飯食べてる間うわー、女性としては理想、理想だと思う、はい、そう なんか働きたいですかね働きたい。いや、なんかうちとかで結構ご飯食べみんなで食べてる時とか、こう空いた皿から、まあ、洗いながらみんなと喋ってるのがなんか好きみたいなそうだから洗いながらいつも喋ってるんですよ。洗いながらこう会話に入ってるそうそうそう、落ち着かないですよ、こっちこっち来たら喋れないよ、落ち着いよって思うんですけど、なんかもうごちゃごちゃしてんのが嫌なんですかね、生活もしかしたら。素晴らしいですね。チームでもこうロッカーとか人のを片付けたりはしない。それはしないですね。山瀬選手のロッカーだけ綺麗みたいな。当時のロッカーは綺麗ですね。隣ですか、ロッカー13。そうですね、13、14、はい、15番の選手は汚いんで、そうです、サネトーがね、侵食してくるんですよ、こっち側に。14番のところに何かいつも置いてあるんですね、15番の選手のものもね。どうぞ、13番で、僕がそれを13番の前に置くんです。だからなんか、使い終わった、ね、練習着とかがこう置いて、これは片付けろってことなのか、あれに片付けろっていうことなのか、この靴下みたいなのをいつも言ってます、サネ。で、サネが慌てて、すいませんっつってカゴに入れるんですよ。ずっと年下なのにね。それはもう何回やっても慣れましたね。治らないから多分やっときますって言ってます。それもうやらなきゃダメなんだろうね、多分やれってことなんだろうね、サネからするとね。どっちが先輩だかちょっと分かんなくなっちゃってます。ね、そんな若手の面倒まで見ている女ですけども。